も人の鼻息でそよ風を感じます。今回はね、集まれ動物の森をやっていきます。はい、始まりましたよ。皆さん、アゲハチョウがチラチラしてますが、今回はね、夢見の島に行きますよ。皆さん、アニメのね、ナルト知ってますか？皆さん、だってばよナルトの世界をね、再現した島を作った方がいたのでね、アニメ好きのハンハルとしては楽しみで仕方ない。行くってばよ。ていうかさ、地味にハンハルの部屋みんなに見せるの初めてよな。どう？ちょっと褒めてちょっとどこかにいいところ見つけてコメントで褒めて、ちょっと頑張ったくない？ハンハルこういう部屋に住みたいんだよ。かっけえだろ。とりあえず黙って寝るわ。眠る。ほかげになれますように。ほかげになりたい、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 ほかげ。あなたは今コノハという島の夢を見ていらっしゃるのよ。それでは魅惑のコノハ。あ、ナルト！ナルトがいるじゃないか！ナルト！立ってばよ！まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。あ、それが俺の忍道だまで聞かせてくれよ！な、ナルト！ね、ずっとついてっちゃうぞ、アール！あ、やばい。暗い暗い。暗い手裏剣。ちょっと、ちょっと、あ、ちょっと、アールもナルトになれるかな？ちょ、前でぞ拝見しちゃおう。どうだ？アールも暁の一員になったぞ。あとね、ガーラのね、愛をね、デコにつけたの。デコにつけたんだけどさ、ちょっと前髪でちょっと隠れてよくわかんないっていうね。そして帽子とさ、ブドウを背負ってきちゃったからダサくなってしまっている。あ、団子！これあれじゃないの？みたらしあんこさんが好きな団子屋じゃないの？もしかして。さくらちゃんとかが女子会する団子屋でしょ。あー、ここから入んのか！あー、マジ！ここあれじゃないの？もしかして。お前、うざいよってところじゃないの？これ。さくらちゃんがさ、サスケくん待ってよ、行かないでみたいな。って、お前、うざいよっていうところでしょ、絶対。絶対そうや。あ、これ砂漠？砂の国？ガーラ？あれさ、ガーラのさ、好きなセリフがあってさ、あんたたちはいつ己を捨てたっていうのがめっちゃかっけえと思った。やっぱ大人になっていくとね、揉まれるんだよ、人に。己をね、捨ててもやらないといけないこととか多少出てくるんだよ。だけどね、己を捨てちゃいけん。ガーラの教訓を守ってるハワルは。じゃあ、この葉の里入ろうか。入国！あ、入国審査だ。あー、な、え、待って待って、テンテンだろ。ちょっと、ジャスミン、テンテンに見える。そういう感じなのかな。たとえこれが夢だとしても、今日あなたと出会えたことは大切な思い出です。口寄せ。口寄せされた。ちょっと口寄せされた。何口寄せだろ。あ、ヒューガだって。ヒューガ家じゃん。ヒューガ家恐ろしいからな。結構厳しめだからな、ヒューガ家。お、すげえ。ちょっとすげえとこあるけど、これなんだろう。地図によると、渦巻一族の能面堂だって。あ、待って、イチャイチャパラダイスだ。ちょっと、あ、違う、イチャイチャタクティクスだ。ちょっと、面白いな。あ、待って、ラーメンじゃん。ラーメン一楽じゃん。ちょっと、うわ、嬉しいな。ちょっと写真撮っちゃおう。あれ、このラーメン屋好きなんだよな。ちょ、イチャイチャタクティクスも。ちょっと、なりとくん、よーくのチョイスをミスったよ、あれは。なあ。あ、ここも団子屋だ。団子屋結構アニメでよく出てくるもんね。あ、焼肉屋じゃん。アスマハン焼肉屋によくいるもんね。焼肉のシーンだ。ここは、あ、山中。あ、イノのお花屋さんじゃん。すげえ。すげえ、すげえ。楽しいな。本屋さん、本屋さんとかあったっけ？あ、イチャイチャパラダイス買ってんのか、ここで。す、ちょっと。イチャイチャタクティクスとか？おぉ、なるほどね。カカ先生が通ってんのか、そしたら。ここ、ジライアンとこ？もしかして。ジライアンとこかな？なんか出会うシーンあったよね。あ、うちは一族だ！ハールをシャリンが持ってるから。ハールの村だ！うちはせんべい。うわ、うまそう、うちはせんべい。あ、なるほどね。お参りするんだな。お参りしとこう。ちょっとじろじろ見とこう。ちょっと。これ何？あー、医療班か。お医者さんか。さくらちゃんの病院。あ、ニング、テンテンだ。テンテンのとこじゃない？これニングといえばテンテンでしょ。あ、お酒だ、お酒。あ、これツナデのところじゃないの？ツナデのがさ、飲んでる居酒屋でしょ、これ。あんたなんかデコピンで倒せるよっていうシーンの居酒屋じゃないの、これ。あ、忍者アカデミーある。忍者アカデミーだ。これあれだろ、ナルトが一人でさ、ブランコ孤独にブラブラするシーンにあるブランコを再現してる気がする、ハハルは。お、すげえ。
じゃん。違う。うわ、嬉しいな。あるアカデミーに入れた。ここでね、かかし先生が黒板消し落とされるんよな。うん。あ、ここ手裏剣場だ。ここは暗号部。暗号部。かっけー暗号部。ちょっと。かっけー、ある。暗号部ってかっこいいよな、もう。職業なんですか？暗号部やってます。とか言ってめっちゃかっこよくない？綱出さんじゃないですか？しずれ！いや、しずれじゃないです。ちょっと。綱出さん！ハールはあなたに憧れてデコにひし形の紋章を書いていたタイプの人間です。あ、ほかげ？あ、ここほかげとこか！すげえ！あ、なるほどね。警備の者がいるんだ。うわ、これ会議じゃん。ほかげ会議のところだ。すごい！かっけえ、ハール。いや、マジでさ、もうちょっとかっこいい忍者の格好してくればよかった。普通に観光客の格好して来てしまった。あー、ここだよね。もう、ほかげ室といえばこういう感じがする。もうさ、本とかめちゃくちゃたくさんあってさ。っていうか、暁来てるからいけないね。うん、ほかげにはなれない、母あれ。暁だから。なになに、どうした？ちょっと。様子変わったけど、急に。オロチマルの実験室だ。怖え、オロチマル。あー、だからヘビみたいなの、長細いのたくさん飼ってるのか。やばすぎる。なあ、内臓的な感じなのかな。あ、ここも、あー、ここ死の森か。中忍試験のね、天地の書をね、揃えるやつか。なるほどね。いや、すごいすごい、ガチで。あー、やばい。ちょ、引っかかった。トラップに早速引っかかった。でも、ハハル、木で映ってない。真ん中の端行こう。危ない危ない。あー、これで死の森ゴールみたいな感じか。楽しい。遊び心が溢れてる。うわ、慰霊碑だ。めっちゃそのまんま再現されてる。かかし先生がね、遅刻する理由はここに来てるからなんだけどね。まあ、英雄たちの、死んでしまった英雄たちの名前が書いてあるんよ。深いんよ。いや、とりあえず一周したかな、綱出さん。ありがとうございました。いや、とっても楽しかった、本当に。いや、なんかアニメの世界に入れた気がして、ハハルはマジで興奮した。ありがとう綱出さん、ありがとう。しずれ！島のね、制作者さんのツイッターは概要欄に貼ってあるので、ぜひね、ナルトが好きな方は遊びに行くことをおすすめします。おい、ハーハル、ほかげだぞ。ほかげに向かって何言ってんだ。え、夢か。今までの全部夢。ハーハル、ほかげにせっかくなれたのに、ハーハルのほかげライフが、ハーハルのほかげライフが全部夢だと。そんなバナナ。